そして感謝のチームコンセプト、美しくかっこよいなる小鳥をどうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。それでは参ります。炎は我らと共にある。黄昏の向こう、誰もが知る夜が、炎暗く日が沈んだ世界、静かに灯る炎がある。やがて炎は勢いを増し、さすらう者の拠り所となる。ありがとうございました。この前の通話から見たいと思います。
演舞の最後を飾っていただきましたのは、アニシャラの皆さんでした。ありがとうございました。最後もう一度大きな拍手でお送りください。お願いいたします。